とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、久しぶりにタワーやっていきたいと思います。シーズン8って、俺思うんだけど、いいの出ないよね。俺、一個もいいの出たことないんだけども、8で出たことある人いますかね？この状態でね、二ついいものが出るまでやめられませんってやると、多分、痛い目見るのよ。なので今日は20回行きます。20回すべて見てます。それでいいのが出るかどうか。8はね、本当にドロップ率じゃなくてレアが出る確率すごい低いような気がするのよ。はい、まあとりあえず20回やってみます。頑張るぞ。それでは一発目。お、いや、違うでしょ。違う。緑も、よろしくはないね。総振れは？あ、ダイナモ。あ、ダイナモ重力。あー、でも波だな。波の装備だな。できればダイナモと痛みサイクル、もしくはアーティファクトシナジーが同時についてないと、今の俺の装備を超えないので、よろしくないね。まあ、全部いらんか。オッケー。売ります。次。2回目は、お！え、俺今までなんで出なかったの？こんなん。ちょっと待って、なんか出たかもしんない。まず破滅はいらないよね。いらないよね、破滅は。使えないよね。これは、あれだよね。最弱に入るよね。この前はレイピアね、間違えちゃったから。これは最弱だよね。どう？出た。出るには出るけども、クールダウンがついてないってやつだね。はい。次。3回目。ビースティンガー。2つかよ。まあ、重力。これね、重力と、弱体化がつけばなかなかいいんだよね。重力弱体化。あと、輝きか。輝きぐらいか。あ、重力もついてる。谷の小玉、ついてない。こっちのビースティは、重力と輝きぐらいか。これは良くないかな。今持ってるやつの方がまだマシっぽいです。4回目。まあ、いらないね。クールダウンショットは入ってるんだよな。クールダウンショットと、あと、バーストボーストリング、ロールチャージかアーティファクトチャージ、それに、流れ込む魂のやつを探してるんだよな。なかなか出ないよね。難しいと思う。で、守護者。惜しいね。クールダウンショットよく入る。こっちは、ダメですね。はい、次。5回目だね、5回目。爆発いらない。輝くローブ、影突できるね。影突と、毒フォーカスだね。で、雷フォーカスまでついてる。で、黄金が火炎フォーカス。悪くはないね。悪くはない。いいんじゃない？まあ、雷フォーカスじゃなくて、帯電でもいいしね。悪くはなさそうだね。はい。じゃあ、これ、ゲットです。どうだ？いまいちかな。ポーションバリアはついてるけどね。クールダウンなし。これも、ダメ。守護者も、よろしくないね。どうすか？ダメだね。次。いいの入ってない。メイス、そもそもダメ。次。8回目。重力付きか。虚無。弱体化。輝き。微妙だな。
フロストサイズか、あー、輝きか。ダメです。ダメ、次。頼む。あー、影突できるけど、クールダウンなしか。あー、影突できない。クールダウンないと無理だ。あー、で、あともう、まあ、ダメでしょう。ね。重力付きのブロードソード。微妙かな。全部に回復能力はつけれるんだけども、そんないらないしね。次。これで10回目だ。微妙だな。全部微妙な感じだ。クールダウンなし。クールダウンなし。頼むって言おうとしたけど全然ダメだったよ。クールダウンなし。クールダウンなし。バストボーストリングだけ。ダメ。どうだ？今日クールダウンがつかないね。ついてる。けど、強固なアーマーか。ポーションバリアもともとついてるけどね。短いのよ。無限ポーションバリアにはちょっと難しいな、これで継続させるのは。バーストゲール、クールダウンショットとロールチャージはついてる。でも他が別にそうでもないか。いいの出ないね。どうだ、ダメだ。なんかノーマルが多くなってきたぞ。ノーマル多くなってきたよ。あ、これはユニークか。でも、全然よろしくないね。お！来たか？もしや。いやー、でもね、エンチャント次第なんだよな。アズルシカダメ。スペランカー。クールダウンついてるね。ようやく突き出したか？どう？ロールチャージはある。弱体化もついてる。微妙かな。クールダウン編成プラス弱体化か虚無がついてるやつ欲しいんだよな。これが15回目。ダメだな。ダメですね。これは、ついたね。クールダウンショットとアーティファクトチャージ。で、リフレッシュ、発動しないね。で、虚無か。あのね、複数に当たるやつの、これが欲しかったんだよね。で、虚無もいいんだけども、虚無プラス弱体化が今探してるとこなんだよな。いいんじゃないですか。一応クールダウン編成です。はい。じゃない？いや、まあまあでもないか。一応、影突と、真ん中は変更でも入れりゃいいか。で、クールダウンもついてる。あ、そうか。真ん中は、あれだわ。雷フォーカスでいいんだ。そうすれば、影突もできるし、近接でもいいんだよね。で、影カバンも、いけるにはいけるね。悪くはないんじゃないっすか？で、次。谷の小玉ダメ。グレイブダメ。ぼちぼちじゃないですか？でも、今持ってるやつの方が良さそうな気はするんだけどね。いやー、見てわかる。これは良くない。良くないね。じゃあ、残り3回かな。行きましょう。ラスト3回でなんか来たかもしんない。来たかもしんない。とりあえずこれはダメですね。どう？まあね。クールダウンはつかないよね。次！お、ついた！
ついたけども、エンチャントとしてはよろしくないな。クールダウンぐらいじゃん。いやちょっと使えないかな。エンチャント周りのが良くなさすぎる。まあまあ残り2回いってみましょう。ラスト2回達人、まずダメ。こだまダメダメ。ではラストいきましょうか。これがラスト。ラスト良くない。ラスト良くないぞ。スイフトダメ、魂の棒もダメで、シュルカーもダメだ。はい、それでは戻ってきました。20回行きましたね。まあ妥協すれば2つ3ついいのは出てたんだけども、いや全然なんだろうね、最高のやつではないし、今持ってるやつの方が強かったりしたので、やっぱりこのシーズン8ってよろしくない気がするんだよね。確かに6分ちょっとでクリアできてすごく早くいけるのよ。でも出ない。まあまあシーズン9に期待するしかないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。